今夜は3年に一度のホワイトクリスマスパーティーです。特別なパーティーですから大いに盛り上がってください。ただしいくら特別でもハメは外さないように。いいですね。では乾杯しましょう。メリークリスマス。やっぱり来てたんだ。メリークリスマス。ああ、ドレス似合う。もうおめかししちゃって、お年頃なんだから。さてと、じゃあちょっとみんなに挨拶してくるね。田中先輩、メリークリスマス。ねえねえ、あっちの料理食べた？すっごく美味しかったよ。なんか口を開くといつもと全く同じだよな。まあいいんだけど、せっかく綺麗なドレス着てるんだからさ、もう少しヘディっぽくしたら？ああ、美味しかった。満足満足。じゃね。田中さん、メリークリスマス。パーティー楽しんでるみたいで何よりです。いや、今日の君はおめかしさんだ。とても似合ってます。田中さん、もう一声。ありがとう。先生もおめかししてきました。先生、そろそろ大人の付き合いにしぶしぶ参加してきます。じゃあ。だってじいちゃんだってあんなに頑張ってたじゃないか。そんなの納得できないよ。とにかくもう決めたことだ。この店は今夜でおしまい。諦めなさい。いやあ、どうしたんですか、こんな夜更けに。ありがとう。ヘルのやつを心配してきてくれたんだね。聞いていたんですか。そう、今日でサンゴ礁は閉店です。年寄りのわがままです。これまで一生懸命店を助けてくれたテルにもあなたにもすまないと思うけど、ああ、そうだね。こんなことを頼めた義理じゃないけど、ちょっとテルを見てやってくれないか。甘え方を知らないだけで、本当はそんなに強いやつじゃないんです。店は僕が閉めておくから。何？別に平気。じゃあ膝貸して。いい気持ち。
わかってたよ。気づかないふりしてたんだ。口に出しては言わないけど、じいさん、俺がいっぱいいっぱいなの見かねてたんだ。それで、なあ、俺、できること全部やれたのかな。そうか、もうちょっと、もうちょっと、このまま。少し疲れたんだ。メリークリスマス。お前がここにいてくれてよかった。